エダイ・サムリョウは、日本中央競馬会、ミホトレーニングセンター所属の騎手。父は、CB スタッド牧場にキングという馬との距離が近い、環境で育ち、騎手を志すようになり中学卒業後、JRA 競馬学校へ入学。1997年、第13期生として、騎手免許を取得し、矢野テルマサ所属騎手としてデビュー。同期には、秋山慎一郎。 勝浦正樹、武サ志郎、村田一世、板倉真由子、押田純子、武ジュ雄二、松田・大桜がいる。デビュー当時の夢は、名馬の子で勝ちたい。平地での勝利は、12年もの間、原料機種の間に挙げた16勝が全てであったが、2011年5月14日、東京 8R のトワインブルームで、久しぶりの平地優勝を成し遂げた。また、 デビュー初年度から平地と同時に障害競争への起場も開始。その後は平地と入れ替わる形で障害競争中心の起場となり、2004年にはメジロロンザンで東京ハイジャンプを優勝。1991年宝塚記念優勝馬、メジロライアンを父に持つ同馬で重賞発生覇を達成し、騎手デビュー当時の夢を叶える勝利となった。 2002年にフリーとなり、2010年より再度、旧社所属騎種となり、河野道文旧社に所属していたが、2011年9月26日に、河野旧社が解散したため現在はフリーとなった。ありがとうございます。